ピーター・マリキ。うわ、見違いだわ。こいつ、まあ、どう考えてもこの惑星にはいないんだろうな。ほう。インダム・グニーブ。なるほど。ここに逃げましたと。てか、燃料消費って書いてあるな。これ、そのうち燃料も空になるか。これなんだ、ここ。あれ。おい、応答しろ。なんだ、こいつ。お前を追うのは大変なんだ。お？出た。私が誰だと思っている？へえ、口がうまいな。それは認めてやる。俺たちが追い詰める賞金首は大抵命乞いしてから逃げ出す。今回は悪くないスタートだ。とにかく俺たちの登場に面食らってるようだから説明してやる。誰かがお前に明日並みの賞金をかけたんだよ。明日でどのくらいクレジットが入るんでしょうね、ボス。いい質問だ。2000クレジットもあれば。2000クレジット？お前を目撃したことなんて綺麗さっぱり忘れるさ。拒むなら昔ながらのやり方で賞金を受け取るだけだ。後ろ、お前たちから2000クレジットが欲しい。やってみろ。それだけじゃ済まないぜ。みんなフォークを持て。やってやれ。ミサイルバリアって。あ、ちょっと待って。先制攻撃早いね。どこ行った？12レベル。これ結構強いやつかも、しかして。待って、これかなりやばくね。これかなりやばいな。やばい、シールドが。船体を修理。あ、ちょ、これやばい、やばいっす。これやばいっす。あーし。うわ、つうか、2体以上いるし。よし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 。あ、死ぬとこだった。あっぷね。やろう。あ、死ぬ。やばい。え、これ私、どうなったの？え？あ、これマイホームだな。え、マイホームになんでいる？今度は、変な奴いないっていうか、多分接近する惑星間違えたんだろうな。ここだ。軍事拠点にいるのか。うわ、なんかすげえ汚染地帯じゃねえか。雨降ってるし。あっちか。腐食性の液体雨。待て。え、腐食性の環境？これ今の装備じゃダメか。はあ、どうしよう。このパックに着替えればいけるかな。一応持ってはいるんだよな。腐食と汚染空気に耐性がある。ただこれ、雨に耐性があるのかわかんないけど。これでどうだろう。出てみるか。お、いける。いける。よし。よかった。これ持っといて。いけない。マジかよ。惑星の環境ダメダメってことか。どういう惑星だこれ。
あ、大気がもうひどいと。今の装備じゃどうにもならんか。1.3G。これ基本天気悪いとこなのかな？極限の環境って今出てたな。ほんとだよ。まあ、借金踏み倒して逃げてんだから、こういうところに来るか。ちょっと時間進めてみたんだけど、どうだろう。もう少し視界が良くなって、雨は降ってるね。これそもそもどのぐらい耐えれるかって話だと思うんだけど。太陽放射。ガチ極限環境だな。あ、でも耐えれないことはないのか。なんかそのダメージを食らい続けるとかだったら困るんだけど。ちょっと行けるところまで行ってみよう。あらららら、ちょっとレベル高い。勝った。くそ。ロボットもういねえもんな。あ、ちょ、勝て。勝って、こいつ。ちょ、カッターで節約したいんだけど、弾薬。あれ、全然おかん。あ、でもこのぐらいレベル高いやつ買っといた方が経験値的には美味しいんだよな。こいつめっちゃおとなしい。いっていって、全然おとなしくない、全然おとなしい。いってってやべやべ。なんでお前だけ元気、なんでお前だけ元気は。あー、ガスか。肺障害、あれ咳。あ、でももう体やべえわ。ステータスメニュー今どうなってる。体、体やべえ、体やべえ。あ、予後最悪、マジか。今マジで良くないのは肺か、肺か。散発的な、散発的な酸素ダメージと探知イベントが発生。マジか。で、今でこそこの環境、一応警告の段階で耐えてるけど、いつまでもこの環境にこの装備でいたら何かしらのステータス異常を起こすと。えらいとこ来ちゃったな。ちょっとこれでなんとかなら、なんとかならねえっつうか、まず目的地とっとと向かっちゃうか。やべっ、多分あの目的地は建物だと思うんだよな。うわ、なんだ。戦わずに目的地に急ごう。別タスク発生したな。あれ、そんなでかい建物でもないな。軍事拠点、車両っぽいの止まってる。ちょっと武器構えるか。これなんか手がかりだけ残されてるような場所な気がする。あ、いるー。え、どうもどうも。お前借金。よく俺を見つけたな。顔色悪。借金を返してもらう。ガルバンクめ、いつになったら諦めるんだ。一度だけチャンスをやろう。今すぐ帰って、ガルバンクの汚い仕事は他の下っ端に任せろ。何？さもないと、最悪の結果が待ってるぞ。説得。多分失敗するだろうけど、説得。嫌に決まってるだろ。はい。最初これ失敗したんだよな。
ちょっと成功するパターンがあるのかわかんないから、ちょっとずつ説得を試みてみるか。ダメじゃねえか。あんたが決断できないなら代わりにしてやる。いつでもやれるぞ。おおお。かもな。なんで？わかったわかった。せっかく苦労して集めたのに。だけどもう何も気にせず寝たい。ほらよ、関西だ。さっさと帰ってくれ。絶対に説得成功しないと思ったんだが。にしてもなんかいい装備持ってるな貴様。ブラボー。後悔させてる。いただき。あ、いい装備でもなかった。待って、これ倒さん方が良かった？まあまあまあ、でもね、負債は回収したから。さーて、なんかいいもの持ってたのかな君は。他に。この箱とかどうだい？あ、くれ、少ねえ。大したもんねえじゃねえか。軍事拠点という割には。あ、まあ、あ、まあ。そんなところか。そんなところずっと外にいたら体いかれちゃうしな。一応不明地点はあるけど、まあまあまあ、じゃあ報告に戻りますか。別にね、借金踏み倒したやつとどういう関係を持とうが何でもいいって、負債を回収できればいいって言ってたからね。こいつを殺したことは別にどうもならんでしょう。ブースト使えるようになった。さて、取り立ては完了したから報告するとして、どうもね、ヨゴが最悪になったステータス効果は直さないといけないっぽいな。ただ直すとなると、確か病院あったから病院行けば治るかな。体おかしくなる前に行っとくか。君と私が組めば何でもできるよ。腕利き信用調査員ディーターの財産は彼の債務をカバーするに十分だった。はい、おそらく君には他に手段がなかったんだろう。まあ手段はなかったっつうか、まあ自発的に殺したんですけどね。君の言う通りだ。だがガルバンコの評判を落とされても困る。あ、すいません。だからまあ仕方ないな。君と組めばうまくやっていけそうだ。そう、また滞納者を探し出す気になったらいつでも教えてくれ。どん、これは君が当然受け取るべき謝礼。いくらだ？少ねえ。少ねえな。桁が足りねえぞ。そんなんじゃローン返済できねえぞ。なんちゅう顔してんだ。新しい仕事が入ってきたんだが、この件は優秀だが明らかにオーバーワークの信用調査員が誤って多額のローンを承認してしまったとでも思ってくれ。ポンコツしかおらんや。考えてみたんだが、今回は話し合いをしてもらう必要はなさそうだ。ああ、君は本当に大した人物だ。詳しいことはこれを見てくれ。クシル IXA の軌道にいる滞納しているスペーサーの船。ああ、やっちゃいなよってことか。だけどな、今船別に強かねえんだよな。ちょ、とりあえず咳直そう。さっきからずっとプレイヤー咳込んでんだわ。病院どこだっけ。あった、ここだ。広すぎて全然病院がどこにあるかわかんねえ。人いねえ。直してもらえるよね。直してもらえそう。我々はニューアトランティスでリライアントへようこそ。助けて、助けてほしい先生。で、
今日はどうしたんだ。喉がやばいです。驚いたな。なんて状態だ。これはどう見ても治療が必要だぞ。多分何もかもにしたら体力も回復してくれるんだろうな。病気ってやると。さあ力を抜いて。健康そのものだ。ほう、よし、肺障害治った。お元気で。これほっといたらどうなんのかな。ミュータントにでもなんのかな。よし。なんか今更だけど、本当に家が必要かなって怪しくなってきたな。船を家にしてもいい感はぶっちゃけある。ぶっちゃけあるけど、まあせっかくだからな。金は貯めて、返済はしないとな。タスク。ちょっと勢力タスクをやってみたいなって思ったんで、メインは脱線して、求人、応募しよう。OK。このジェットパックもっと長持ちになってくれたら楽なんだけどな。あ、泳げ、泳げ。はい、人材です。おお。給食申し込み。はい。え？勤務経験。いや、ここは嘘つくのやめよう。ないです。全く知りません。コンピューターのタイピングやファイル管理の熟練度、それはあります。教育課程？無職。なし。犯罪歴？犯罪歴、誰か倒した気が、誰か殺した気がしなくもないけど、ないです。はい。何？これも違う惑星なのか？受け付けております。よし、惑星行くぞ。面接受けに行くために違う惑星に行くって面白いな。自由公正同盟にようこそ。そちらの船をスキャンする間、現在の航路を維持してくれ。スキャン完了だ。 OK、 さあ着陸してくれ。こいつらとも敵対できるんだろうな。きっと。しないけど。あ、なんもない。なんもないっていうか、ほぼ海じゃね？この惑星。着陸。そうだよね。ほぼ海だよね。ここはプラントか？ネオン。人が住むような場所じゃないのか？あ、でも。あ、でも。ここはすげえでかい街。ウェルカムトゥーネオン。これ面接で落とされたら嫌だから。ちゃんと真面目に答えよう。どうも。私たちはサブローカジグボに目をつけている。あいつがいると現状維持できない。とてもないか。お前が通った瞬間、探知機がオーロラを検知してる。さあ、ゆっくり立ち上がって後ろを向いて逃げようとしたら発砲する。ハゲてる。なんか助けても発生するんだろうな。あ、発生した。次から次へとタスク発生するな。今ですらもうね、相当あるよ。この辺りとかね。さっきなんかサブロ、オカジグボがどうたらこうたらも言ってたし。
あっちか。サイバーパンク感あるな。面接に行きました。事業部。え、これ本当に事業部？あ、どうも。レーン・ガーザの様子を見る。イモジェン・サルゾと今日面接する候補者の一人だね。彼女のオフィスは左の廊下を行った先にあるよ。登ったら左手に進む。そのうち迷路みたいだろ。なるほど。もうちょっと話するか。お帰り。できる限り力になるよ。面接はどうなってるんだ？ここだけの話だけど、お？イモジンもそろそろ限界だと思うんだ。優子が採用アルゴリズムを作って応募者全員を採用にしたらしい。優子は面接の時間になると姿が見えなくなるんだ。本当は彼女の仕事だからイモジェンは激怒してる。イモジェン？イモジェン・サルゾは僕のアイドル。いずれ彼女がウラルチェンの後を継いでここの責任者になるだろう。誰も残酷な本音なんて聞きたくないだろう。何してる会社？おっと、本当に知りたい？龍神は友人整形のハイテク産業におけるトップ企業なんだ。それ以外の製品で言うと OS やセキュリティ関連、生活に役立つ家庭用品なんかもいろいろ、結構何でも扱ってるよ。もっと詳しく知りたかったら気を。よし、じゃあイモジェンはあまり待たせない方がいいね。はぁ、そういうタイプね。トラッカーが消えないな。おかえり。お安いご用だ。ついてきて。案内させよう。 IT 企業、そんな感じだよな。今いるこのフロアはメイン事業部。この部署では手間のかかる退屈な仕事が行われてる。リサーチ、データ入力、とんでもなく忙しい。ここにいるのはほとんどが技術者。優子の部下に当たるんだ。優子。イモジェンの下で働いてる工作員もいるよね。誰かおる。私としては次の任務を早く終わらせたい。今日からレーザーボール大会が始まる。さあ、着いた。それじゃ、頑張って。宇宙。失礼します。ここの環境はそこまで有毒じゃないわ。そういえばそうだったわ。座って。はい。まず、最初に説明しておくわ。私はイモジェン・サルゾ。龍神インダストリーズのシニアオペレーションスペシャリストよ。いつもは相棒の優子が担当だけど、体調不良だから代わりにここへ来たの。簡単な事務職を任せられる人を探しているのよ。どうやら我が社のアルゴリズムはあなたが敵役だと勘違いしたみたいね。後で技術者に連絡しないと。さあ、さっさと終わらせましょう。龍神インダストリーズへの志望動機は何かしら。この辺にしてみるか。龍神とその製品について何も知らないと言っている割にはとても的を射た回答ね。ここに来るにあたって調べたなんて、よっぽど慎重なのか賢いかのどちらかね。ちなみにその特質で有効なのは一つだけ。それが何かは分かっているでしょ。次のはきっと面白い。あなたが経験ゼロで教育も受けていないことを考慮するとね。この仕事に適任だと思う理由は何かしら。
これはやばいな。資格があるとは言えないが、この仕事が必要だ。あら、なかなかいい答えね。この退屈な仕事を続けてもいいと思うくらい好きよ。間違いなく、今日一番のハイライトね。じゃあ、続けましょう。いい？つかみはよし。収める熱意はどのくらいあるかしら。とにかくクビにならないようにしたい。これはね、ちょっとひねった回答をした方がいいまであるな。ここ竜神では全てがあなた次第よ。あなたのような人が役員の地位にまで上り詰めることも十分あり得るわ。それに我が社は本人も知らないポテンシャルを見つけるのが得意なの。あなたに適した役目があれば必ず見つけるわ。さあ最後の質問よ。ここで5年間働いたとして、自分がどんな役割を果たしていると思う？選択肢多いぞ。どうしようかな。これ生意気だな。5年後にはこの会社を経営している。研究開発にしてみるか。 IT 企業だしね。そうね、大学に行っていなくても想像力さえあればいい。無茶な夢とは言えないわね。手強い競争相手に出会うと思うけれど、我が社は教育よりも現場で学んだ知識がある科学者を数名雇っているはずよ。私には他にも山ほど仕事が待っているし、本来これは私の仕事じゃないから、あなたを採用します。よし。もちろん仮採用よ。え、初仕事よ。もうすぐミーティングが始まるから、テラブリューでコーヒーを受け取ってきて。簡単な仕事だから失敗するようなことはないはずよ。誰か並んでても無視して、え、イモジェンサルゾに言われてきたと言えばすぐに品物を渡してくれるから。これ絶対試されてる。絶対試されてる。列ができててもそこ割り込んでコーヒーもらってこいだと。あんた首よって言われそう、そんなことしたら。あの辺の自販機からコーヒー出たりする？これコーヒーって書いてあるけど。まあいいや。